チャーハン。バターガールクライス。はい、皆さんこんにちは。今日はですね。バターガールクライスを作っていきたいと思います。さっき、アサリの酒蒸しを作って、それで余ったこちらのつゆ、おつゆですね、があるんで、これを使って、今日はこれで味付けをして、バターガーリックライスっていうのを作っていきたいと思います。米、酒蒸しのつゆ、そして、始まる前に切っちゃったニンジンですね。奴隷島のひき肉を、あえて火を入れて、まずはさっき使ったフライパンを洗っていきます、このようにして炒めたら、バターで蒸したんだけど、バターと醤油と入ってるんで、これね、めちゃくちゃいい味になりますよ。